You're listening to Shibuya Cross FM. みなさんこんばんは。パーソナリティの和田ありさです。よろしくお願いします。はい、ビューティーアドバイザーの安藤美沙です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありさちゃん、4回目ですね、はい、4回目ですね。意外にちょっと積んだなって思うんですけど、うん、どう？わかります。ちょっとこのいつも緊張してるんですけど、うん、なんかそわそわした感じ、うん、今日ね、ちょっと違う。そう、なんか、うん、ちょっとね、緊張してる回でもあるので。そうだね、それはなぜかっていうのは後で分かってくるね。はい、じゃあね、緊張もありつつ、うん、はい、渋谷女子企画がどんな番組なのかを皆さんにお伝えしていきたいと思います。渋谷女子企画とは渋谷ガールズプロジェクトのこと。女子の夢を応援していくプロジェクトです。自分に合った事務所を探したい、ランウェイを歩いて注目されたい、自分の作った曲を世界中の人に聞いてほしい、などなど、あなたの夢を世の中にどん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 発信しちゃいましょう。女子のやってみたいことをテーマにした参加番組、今後のために勉強中の子たちを応援していきます。さらに今も活躍中の素敵なゲストさんにもとゲストでお呼びして、はい、どん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 成功する秘密を聞いていきたいと思います、はい、そしてそして女子たちがね、はい、素敵になる、素敵な女性になるためのどうした、今日どうした。ビューティートークコーナーもご用意しておりますので、はい、最後まで聞き逃しなくお願いいたします。はい、はいはい、この番組では皆様からのメッセージ、渋谷女子企画の公式ツイッターとインスタグラムで募集しております。はい、それでは皆様のメッセージをお待ちしております。はい、はい、そしてですね、はい、本日のゲストは、はい、私がね、なぜこんなに緊張するかと言いますと、はい、私ですね、リエンダガールズというね、うん、ブランドの広告塔もやらせていただいてるんですけども、はい、今日はそのメンバーに来ていただいております、うん、はい、しかも3人もね、3人です、リエンダガールズの春田真央さん、はい、中村のぞみさん、はい、岩本椎名さんをゲストでお呼びしております。はい、はい、渋谷やばい、もうボロボロじゃん今日。渋谷女子企画、はい、この番組はキレイをサポートするジェーナグループがお送りいたします。それではお聴きください。オープニング曲はスマイル海賊団で Pirates for Smile。
ディエナグループがお送りする渋谷地図企画。この時間はディエナガールズの春田真央さん、中村のぞみさん、山本椎名さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ華やかなんだろう、このなんかやりづ、なんか嬉しいんだけどやりづらさわかります。神々だよ ね。本当に失礼いたしました。ね、そうだよね、もう今日ね突っ込んじゃっていいからね、今日本当にお願いします。はい、じゃあまずはですね、はい、自己紹介をね、はい、していただきたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、はい、じゃあ私から、はいはい、リエンダガールズ兼、リエンダ渋谷109店の春田真央です。はい、よろしくお願いします。お願いします。最近12月、もともと福岡の店舗で12月から東京に移動してきたんですよ。ずっとも福岡住んでて、うん、で、あのその去年の12月からもう今4ヶ月こっちに来て4ヶ月になるんですけど、はい、うんうん、楽しんでますよ東京で急に来て109ってまたすごいギャルの、ギャルの聖地みたいな感じですけど。そうだよね、まあみんなギャルですけどね。やっぱギャルですね。そうなりますよね。はい、はい、お願いします。はい、私は、新宿ルミネスト店に、はい、勤めてます。リエンダガールズの中村のぞみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにこの3人の中で一番年下です。はい、こんなに色気とね、あるんですけど。23なんです。はい、色っぽいね。やばいですよね、この色気は。色気が、23とか私色気なかったです今でもないって言われてるのにこの色気とずるいなって思います。本当になんか動きが、動きですか、やらしいの、なんかいちいち、なんか指先までなんかもう、ね、女っぽいっていう。すごいね。ちょっといろいろ聞いていこう、あと。はい、はい、お願いします。どうぞ。はい、同じくリエンダガールズと新宿店のスタッフをやってます山本椎名です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一緒。はい、同じです。なるほどね、はい、一番のギャルじゃないかなって私。そうなんだ。そうですね、見た目は一番多分ギャルなんですけど、中身はおじいさんって感じ。おじいさん、いい意味で普通、うん、そうなの。真面目。多分一番見た目と中身のギャップがすごいと思います。あ、そうなんだ。はい、あと声のギャップもすごい。あ、声のギャップも、うん、結構あのハスキーボイスで低そうとか、うん、ツンツンしてそうって言われるんですけど意外と高い。逆逆、ね、すごいアリサと逆って言われます。アリサカスカスだもんね。バカにしてますよ、ね、私もカスカス風だから。カスカスではないですよ。あ、本当、まだマシ、よかった。はい、まだマシ。そういうことにしたけますね。ね、わちゃわちゃしてそうだね今日ね。楽しいと思います。楽しみです。はい、はい、じゃあまずそのリエンダってやつもいろいろね聞いていきたいと思うので、うん、有沙ちゃん進めてってください。いいんですか？なんか私リエンダだから逆になんか質問していきますね、うん、いや質問だらけだと思うから、はい、ツッコミどこあったら教えてくださいね。そうだね、まずそのねリエンダを知らない人もいると思うので、そのリエンダも知らないしリエンダガールズっていうのも何かわかんないと思うので、うんうんうん、まずリエンダガールズの説明からじゃあ聞いて、うん、気になるリエンダガールズ、ね。はい、リエンダガールズ、じゃあ私から、うん、はい、春田さん、はい、リエンダガールズっていうのはそのリエンダっていうその、うん、まあ、ブランド109系のブランド、和洋服のブランドがあるんですけど、そのブランドの、うん、広告塔として結構 SNS だったりブログだったり、あとこうカタログじゃないですけど、あのあれなんちょっとあの紙面とかだったりとかで、うん、ちょっとこうリエンダの和洋服を宣伝していく活動をしてるんですけど、はい、おそらくですね、はい、緊張してます。すごい、はい、みんな緊張してんの。いやもう緊張します。意外にね、緊張だってさ、リエンダチャンネルってやってるから、はい、じゃ環境がこんなにね、うん、オープンだし、うん、カメラ 1,2,3 台あるし、うん、マイクそりゃ撮れるわこれ。なんかすごい見られてる感がいつもより、うん、ある。そうなんだ、全然ね、あの私が言うのもなんだけど緊張する番組でもなんでもないからもういくらでも噛んでもらえる、もらって全然大丈夫です、はい、じゃなかったらね、はい、アリサちゃん使ってない間違いない、間違いないでしょ。ありがたいです。だからもう自由に発言しちゃってください、うん、今日は、はい、はい、そのリエンダガールズの説明はそれで大丈夫？そ
それで、はい、これでしょ、ね、これですね、これじゃなくて、はい、もう一個、もう一個のやつ、まあ後ほど、後ほどね、まあ、またご紹介させていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、じゃあ次そのリエンダっていうブランド、はい、についてもいろいろ聞いていきたいんですけど、うん、今日さ、はい、みんな同じピアスでしょ。そうなんですよ、たまたまですね。なんかむしろ私が恥ずかしい、あのおそろじゃない私が恥ずかしいぐらいピアスが一緒でしょ。これもリエンダのやつでってことだよね。新作です。新作こちら春のって感じ、はい、なるほどね。そのリエンダのブランドをじゃあ説明してってほしいんですけど、はい、じゃあ私から、うん、一応コンセプトっていうのが、うんうん、難しいんですけど、究極の女性らしさ と、うん、色っぽさだったりとか、うん、ミステリアスな女性っていうのがコンセプトなんですけど、うん、まあ何ですかね、年齢に問わず誰でも身につけていただけるようなあのお洋服を提案をさせていただいてます。年齢って大体何歳ぐらいから何歳ぐらいが多いのかな。そうですね、10代から本当にもう上の方まで、うん、幅広い、幅広い、ね、本当に幅広いです。上の人ってちなみに、どのぐらいだろう。でも50代の方もいらっしゃる、50代本当に親子で来てくださったりとか、そうですよね、娘さんとそのママさんと来てくれたりする人とかもいるし、うんうん、一緒にお洋服着てるっていう方とかも本当にいるので、絶対おしゃれママだよね。え、羨ましいです。そうだよね。まずさ、そのサイズが入ることがでも結構着れる、うん、着れるじゃん、あの用意してるお洋服の幅がすごい広くて、うん、その10代が、10代の子が着るような花柄のワンピースからちょっとあのもうお母さん世代とかも着れるようなシンプルなゆったりしたものとかもあるので、うん、結構そうなんだ、幅も広いかもしれないです。全然私のイメージ的にはもう本当に細い子しか無理かと思ってた。そんなことないです。そうな、デニムって何インチぐらいまであるの。26まで、24、25、26インチです。あ、はい、そんだけなの。もっと細いのもめっちゃありそうなイメージ、逆に、はい、23は作ってなくて、22はなくて23、4からなんだ。でもなんか結構他のブランドさんよりもすごい伸縮性があるので、サイズの幅も広いですね。なんかワンサイズで結構販売歴長めです。そうなんだね、いいね、親子でとかね。本当に羨ましい、ありがたいです。すごい、何店舗ぐらいあるの今。何店舗なの。30後半ぐらい。いや、前半ぐらいだと思います。なるほどね。北海道、北は北海道、南は熊本まで。すごいね。なるほど。幅広い。幅広い。はい、今日はじゃあ新宿の2人と渋谷の2人、ギャルが来てくれたってことですね。でちなみにね、そのさっきもピアスの話もしたけど、せっかくね、皆さんその会いに行けるあれでしょ、広告塔でしょ。そうです、そうです、店舗に行ったらいるわけじゃん。はい、今日せっかくなのでファッションのポイントなんかを聞いちゃおうかなと思うんですけど。聞きたいですね。聞きたいよね。聞きたいです。私はもういいんですよ。聞きたい、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 いいんじゃない。じゃあアリサちゃんからどう。なんで。一緒にゲストだからね。ああ、じゃあゲストかな。ゲストね、聞きたい。私のことよりも聞きたい。はい、じゃあ春田さんから。じゃあ私から。はい、私が着てるのは、全身見えないからあれなんですけど、これ羽織がロングシャツで、これ本当今日入ってきたばっかりの、今日、そうです、今日の新作です。入荷したての新作なんですけど、なんかロングシャツ、今年結構なんか長めのシャツとか、こう今の時期だったらこうライダースの中にこれ宿してきたりとかも羽織として使っていただけるんですけど、これなんかワンピースとしても着れるように、結構このウエストのタックが、このウエストのラインがすごい細めになってるんですよ。ワンピースとして着てもすごい綺麗なシルエットでも着れるし、であと、まあ、開けてきてもこうあんまり広がりすぎない綺麗なシルエットになってて、シルエットの綺麗さはすごいリエンダの売りにもなっているので、お洋服のシルエットの綺麗さっていうのは、なのでこの、なんで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 、なので、本当に、ね、やばいやばい、一つ一つのシルエットにすごいこだわって作ってるので、他のね、なんか、他のブランドも着たいなっていうのあるんですけど、やっぱリエンダのシルエットをこう感じてしまうと、なんか違うんですよね。
そうなんだ。細めに見えるし、ここ切り返しの位置とかすごいこだわってるから。でも高めだもんね、スタイルよく見えそうだよね。そうなんですよ、なんかもうほんと胸下ぐらいの、もう下手したらウエストよりちょっと上の位置になってるので、なんか本当にもう足長効果もあるし、ワンピースとして着た時とかはかなり。え、そういうさ意見とかも言えたりするの、リエンダーガールズの人が。でいいですか、そのデザインの。デザインですか、うん、こととかは。そうですね、言ったりしますよね。意見も言ったりするんだ。はい、なるほどね。はい、じゃあもうそういう自信満々だよね、店に並んでるのは。そうですね、自信満々。そういうことだよね。自信満々です。自信を持っておすすめしてます。そうですね、はい、なるほど。はい、はい、次中村さんは。はい、私は、これから発売のロンパースを着てるんですけど、これは本当にもうリラックスして着ていただける感じですね。本当にこんな感じです。プリーツのね、パンツになってるのね。そうなんです、パンツなんですけど、私今あのベルトをしてないんですけど、ベルトを締めて、あのバランス取っていただいてもいいですし、このままリラックスして着ていただけるんですけど。いいね、ベルトがあるとチビでも大丈夫だ。あ、そう、調整できるってことだよね。はい、共感が激しい。高いよね、さっき並んでびっくりしちゃった。私だけなんです。今日さらにチビだったよね。そうなんです、さらに立ちたくないですし、紹介もしたくない。なるほどね、はい、チビでも背高くても綺麗に着こなせるってことですね。はい、ありがとうございます。さてさて、次は、はい、はい、私から。私が着てるのは、もう今全部発売中なんですけど、トップスがオフショルダーになってる、トップスで、今肩の紐締まっちゃってるんですけど、肩の紐締まっても着れてこう落ちるのが心配っていう方とかいると思うんですけど、ちゃんと取り外し可能なキャミの紐がついてるので、安心して着ていただけます。取り外し可能なんだ、ボタンみたいな感じで。あれです、あのランジェリーみたいにフックで。あ、なるほどね、はい、そうなんですよ。かわいい。なんかちょっとまだ肌寒いと思うので、このくらいの感じだったらアウターの中とかにも着ていただきやすくて、夏になったら1枚で使えるので、結構今の時期から長くお使いいただけるかなと思います。ショップ店員がね、そういうのになるとなんか、なっちゃうね。で、このスカートはちょっと見えないんですけど、黒のレースのちょっと長めのスカートになってて、見えるかな、あ、見えます。あ、見える、かわいい。透け感があるんですよね。そうです。こういう感じで、はい、で、耳かけて、マイクが、ミニ丈の裏地がついてるので、足が透けるようなタイプになってるんですね。なのでちょっと黒とかでも重たく見えなかったりとか、ちょっと抜け感が出せるようなアイテムを今日は着ています。なるほど、はい、いろんなポイントがありすぎていっぱい聞きたいんですけど、時間がないのでね。まだね、聞きたいことがしかない。そう、仕事内容っていうのもちょっとサクッと聞きたいなと。リエンダガールズの、リエンダガールズの仕事内容、何をしてるか、そう、教えてもらっていいですか。リエンダガールズ、まあなんか販売員が一番メインであってのリエンダガールズなんですけど、リエンダガールズはやっぱりあの SNS、インスタグラムとかブログとかでこうリエンダの新作をご紹介するのはもちろんなんですけど、着回しとかをご紹介したりとか、なんかでも同じお洋服でも結構着回し、6人いるんですけど、メンバーが6人それぞれ結構着回しとかが全然違うので。そうだよね、違うよね、好みも違うので、結構みんなそれぞれでお客様に見ていただいたりとか、あとはちょっと撮影、なんだろう、ウェブ用の写真とか、フライヤーが出るときはフライヤーとかの撮影に行かせていただいたりとか、あとはツイキャス。ツイキャス。そうなんですよ、はい、月に1回、あのツイキャスをして、オリエンダのことを紹介させていただいたりとか、そういうことをさせていただいてます。ザ広告堂ですね。そうですね、会いに行けるモデルさんだよねっていう感じだよね。そうですね、でもまあモデルっていうよりもショップスタッフっていうベースで、こうなっちゃって、ほら、すぐ調子になるからね。調子乗っちゃうから、モデルって言わずにもうショップスタッフでやってますって。なるほどね。でもさ、ファンの人も結構いるわけじゃん。本当お店に来て、あ、本当にいるみたいな感じにはやっぱなるよね。なりますよね。なりますね。なります。でもなんか感覚的にはもう販売員っていう感覚なので、なんかこう SNS で見て会いに来てくださる方とかもいるんですけど、どっちかっていうとなんかこう接客から仲良くなって来てくれるお客様とかも多いです。へー、確かにコメントのやり取りとかで、あ、やっと会えたーっていう感じもあります。すごいね、新しいね、カリスマ店員のあれでしょ。そうですかね、カリスマでいいですか。カリスマで、みんな欲
しい欲しいってなっちゃうよね。なるほど、だって今日本当に華やかですから、そういうことだ、スタイルも頑張らないとね。そうですね、本当に。そんな話の中でね、もう時間が足りないので、はい、ここで一曲 ね聞きたいなと思います。みさちゃんお願いします、曲振り。はい、はい、Why So Serious でハピネス。がお送りする渋谷著書企画、この時間は引き続きリンダガールズの春田真央さん、中村のぞみさん、今本椎名さんにお話をお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す。聞きたいことがあるんですよ。はい、私聞いたことないことを聞きたい。おー怖いなとか怖いよ。リンダガールズって見られる仕事だし、うん、普通のスタッフとやっぱちょっと違うわけじゃないですか、うん、そこでリンダガールズになって努力したこととか、うん、なんだろう、変わったこと聞きたい。うーん、変わったこと、努力したこととか、努力、うん、何でも聞いちゃおうかな、じゃあ、のみ急に急に、ちなみにどれくらいになってリエンダガールズになってたの、うん、でも2年半ぐらいになります、うん、なるんですけど、やっぱり見られる意識だったりとかすごい、うんうん、多いので、日々のケア、マッサージだったりとか、あと私服とかも、うんうん、ね、確かにそこ歩いてたら、あ、はい、のぞみさんだってなるもんね。うん、もう日々のファッションだったりとかもより気にするようになったりとかはしましたね。うんうん、へー、はい、でも待って、きっかけも聞きたい。なんでなったの、リエンダガールズに。リエンダガールズに、そうですね、私は結構憧れてて、もともとリエンダガールズっていうのがあったんですけど、先輩たちがいらっしゃって、それに憧れてまずリエンダに入ったっていうのがきっかけで、なりたいなってなって、へー、はい、やらせていただきました。4期生です。4期生ね。4期です。はい、今 何期まであるの。5期生までいます。お、はい、5です。へー、面白いです。じゃあ4期生のこと聞こうかな、はい、真央さんは。私、なったきっかけ違う、じゃな、努力したこと、なって努力したこと、変わったこと、変わったこと、うん、でも変わったことはもうのぞみと一緒で、本当見られる意識がすごいついて、なんかもう外で変なことしないようにしようとか、どんな変なこと、どんな変なこと、変なことしてたんだね。そう、なんかもうなんか酔っ払ったり、例えば飲みに行って酔っ払ったりした時とかも、もう常に気張っとこう
って、どこでなんか見られるか分かんないから気張っとかなきゃいけないなみたいな。家に着くまでみたいな、リエンダガールズみたいな。遠足は家に着くまで。まで気にするようになったのと、うんうん、まあ、あとなんか普通の販売員と違ってやっぱお洋服をきれいに見せなきゃいけないから、なんか太っちゃいけないなって常に意識したりとか、もう常に、まあ、望みも一緒のこと言ってたけど、やっぱ体のケアとかは気にしてますね、常に。それはそうだよね。どうやったらお洋服がきれいに見えるかなとか、うん、最初のとか、もうなんかポージングとか全く分かんなかったから、ポージングとかね、結構雑誌とか、うんうん、みんながこう撮ってる写真とか見て、なんかこういうのが綺麗に見えるんだなって見たりとかもしてました。鏡の前で練習とか、もうめっちゃしてた。鏡、全身鏡の前でやってみたりとか、 いろんな人にこう写真とりあえず撮ってもらって、どの角度が綺麗かなとかも。すごい、もう本当に分かんなかった、最初とかは。へえ、ありがとうございます。すごいやってました。へえ、5期生の、じゃあ5期生の5期生きっかけと、でも唯一、うん、私が3期生で5人いたんですね、もともと。で、4期生が3人、うん、で、5期生が1人なんですよ。1人なの？そうなんで、きっかけもね、聞きたいですね、うん、きっかけ、なんか、うん、私はその、うんうん、リエンダガールズになった時に、あの新人だったわけじゃなくて、もうある程度社歴もあって、うん、もう働いてたの？そうです、もうずっと働いてて、うん、もう店長になる手前ぐらいだったんですよ、うんうんうん、でそのぐらいだったんで、なんか憧れてとかそういうのではなくて、まあすごい可愛いし、やっぱり憧れではあったんですけど、なんか別、うん、私は結構仕事派だったんで、うん、なんか仕事やってきた中で違う角度からもうちょっとブランドに貢献できることがないかなって思った時にお話をいただいて、すごくなんかいろいろと悩んだんですけど、うんうん、なんかもう販売員長かったんで、うん、悩んだんですけど、もうちょっとなんかこう自分を育ててくれたブランドに対して、うん、ちょっとでもなんか恩返しができればなと思って、うん、やらせてくださいって言って。真面目です。今途中でごめん、笑っちゃいそうになってた。いいですよ、笑ってください。いやもう、え、今この顔が喋ってるんだよなと思って、なんか言ってることがまともすぎてあんまり入ってこなかった。私すごい喋り出すとまともなんですよね。まとも、ね、スイッチ切れると全然まともじゃないんですけど、うん、あのスイッチ入るとね、ちゃんとあの、うん、リエンダの時はまともです、うん、リエンダの時は届けてくれたブランドに恩返し。私高卒で入ってるので、うん、もうなんか学もないので、うん、本当に先輩たちからいろんなことを教えてもらって、今ちょっと人並み程度って感じなので。一気に好きになった。え、本当に？すごくない？ちょっとやっぱあのギャル怖いのよ。そう、ギャルがこんなに集まってるとビビるよ。まあそうですよね、迫力。みんな真面目ですからね。真面目だね。根本的に真面目。心打たれたわ。でも本当にね、うん、真面目なのかね、ちょっとね、うん、あ、そうね、私はね、知りたいんですよ。そう、何でないかと ね、ちょっと調べてきたんですよ、はい、そう。何かっていうとね、みんなのプライベートも暴いちゃおうと思って。うわー、嬉しい、気になる。実はうちの、あの、はいはい、社長が、うん、会社の社長がですね、うん、あの生命判断ができるので、はい、すごい、4人の名前を聞いて。いや、私もそうだよ、もちろんアリサちゃんもね。怖い怖い、嬉しい、そういう。本当好き、スキル大好きです。スキル大好き、気になる。そう、まずね、4人の中で、あの男っぽいのは誰なのかなと思って、うん、男っぽい聞いてみたら、うん、もうね、ウケるぐらい全員メンズっていう。やばい、特別にこれがすっごい、この子が女っぽくて、この子がめっちゃメンズっていうのがいなくて、うん、基本みんなあのエネルギー値が男、だから仕事も頑張れると思うんだけど。やったすごい。で、一応 C って言うなら、うんうん、あの春田さんが一番まだこの中では女子。まだだよ、 C って言うなら、まね、C って言うなら、 C って言うなら、 男の中の女。そう、比べてるところがちょっとあれなんだけど、 C って言うなら。そうで、あの有沙ちゃんからの質問は、もう一番晩婚そうな人とか、やばい、やだ、仕事に生きるか家庭に生きるかみたいな質問があったんだけど、まず全員仕事だよね。やっぱ基本そうなんだ。私絶対に望みはもう家庭にすぐ入って落ち着くタイプだなって想像、予想してた。あ、全員仕事だ、うん、全員ね。やばい、なんか嬉しいけど、なんかどうなの、全員晩婚っていうことですか。全員晩婚、全員あの晩婚目だね、晩婚目、
庭に入りたい。で、ちなみにじゃあこの中で1位っていう一番晩婚は誰かっていうと、年齢もあるじゃん、晩婚って。私ほら一番上だし、うん、今必死なんでしょ、めっちゃ。必死な、何何何、ね、一番晩婚はやばい、アリさん。でって思ったらめっちゃ男ってことだ、本当に名前変えちゃったから、そう、もう仕事に生きる名前だね。でも晩婚って結婚できるでしょ、晩婚って。そうだね、あ、結婚はできるんだ。できないとは言ってない、できないとは一言も言ってないんだけど、28になりますしね。そうで、ちなみにだからみんな別に早く結婚しようと思ったら全然できるけど、仕事もできちゃうから、ある程度仕事をして楽しんでから家庭でもいいんじゃないっていう名前できちゃうからっていう。なるほど。自分が、何かあるって時に、え、晩婚さ、誰かちょっと調べてくださいよって言ったから、そう、恥ずかしくない？私かみたいな。ちなみに、付き合うとしたらね、みんな年上の方がいいらしい。へぇ、年上、そうなんですね。そうで、30代に入ってからなら年下でも大丈夫なんです。へぇ、会うってこと。うん、で基本的に、社長から言うと全員生意気な女だと。生意気で、さっきさ、みんなさ言ってたのがさ、え、誰が、あの、お金に縁があるかみたいな話とかさ、玉残しとか、はいはい、玉残しは結構その占いで見るのは結構難しくて、はいはいはい、お金に縁があるとか、お金が好きな名前で、お金が好きな、ちょっとなんかお金が好きってならない。うん、それ発表すると、全員だよね。そう、みんなだよ。そう、やばい。でも、もうそのだから仕事もしたいし、そういう派手な名前な、生意気って言ったらあれなんだけど、派手な名前なの。だから、普通のショップ店員で終わらず、こういうところにも来てるっていうのもあるんだけど、はいはいはい、そういう華やかなものが好き、頑張った方がいいっていうので、うん、やっぱお金も頑張っただけついてくるから、はいはい、嫌いな人はいないじゃん、はいはい、っていうので、そうっていう。だからもう、ね、あのね、面白くなかったの、差がなくてあんまり。そう、なので一応運気聞いてきました。今年の運気一番いいのは、ダダダダダダン、シーナちゃん。嬉しい、すごい、嬉しい。次どの順、最後の人は、やだやだ、順位があるんですね。順位、2位、2位、のぞみさん、やばいやばいやばい、やばい、新宿コンビ、新宿コンビ、待って待って、この二人でしょ、残って。なんかすごい晩婚だしさ、言われようなんだけど。いい、3位言うよ、はい、3位真帆さん。イエー、3位。え、私運気ない感じ？あのね、今年あんまり良くないから、あの、なんだろう、良くないって思ったら、その4人の比べてだからね、その比べて、土星役とかじゃなくて4人の中でのものなので。そういうこと？そう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 。あ、そういうこと？そう、なので4人よりは、あの、なんだろう、あんまり今年わちゃわちゃ動かない方がいい。私ですか？うん。で、ちなみに来年ガツンって動きが良くなる、その分。だから、今年、あの、地固めをして、来年パッと花を咲かせて、今年はその種も撒いて、そう、水やって、来年パーって。ちょっと当たってるかもしれない。当たってるかもしれないの。そういう名前でした。楽しみだね。はい、じゃあ、わちゃわちゃの状態ですけど、曲にお願いします。スペココで少年。
ガールプロジェクト。ジェーナグループがお送りする渋谷著書企画、この時間はリンダガールズの春田真央さん、中村のぞみさん、島本椎名さんと一緒にビューティートークコーナーをしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私ですね、このジェーナグループというところで、うん、普段あのエステティシャンとして働いてるんですけれども、うん、はい、なので一応ビューティーにねまつわるお話をしようかなと思ってるんですけど、うん、ね、うん、今日はですね、一応夏がもう近づいてきてるので、まあ、お肌についてちょっとやろうかなと思うんですけど、なんか夏と冬って比べると冬の方が乾燥してお肌やばいってイメージってあるじゃないですか。はいはいはい、あるよね。で、乾燥って一番老化の原因なので危険なんですけど、実はあの夏の肌って汗と皮脂でベタベタしてるだけなのね。表面がベタベタしてるだけで、実は中はすっごい乾燥してるっていう。そうで、ちゃんと理由があって、うん、もちろん紫外線、ね、めっちゃ強いので、紫外線って奥に入ってコラーゲンぶっ潰していく。そうで、それが強いっていうのも一つと、あと冷房、特にさアパレルの人たち冷房ガンガンでしょ。ガンガンですね。しかもさ、洋服を触るとさ、あの乾燥するんだよね。結構手とかすごいカサカサしますもんね。カサカサ、このあれでしょ、アパレルあるあるでしょ、手がカサカサ。カサカサ冬のニットは結構やばい。そうなんだ。で、そこにいる時点でもうやばいのよ。濡れたタオル置いとくと、それかカピカピになるぐらい多分乾燥してるし、よくさ、居酒屋さんのさ、おしぼりもすぐカピカピにならない？なります。あれ多分お店の方がやばいと思うよ。砂漠だね。怖い。そんなところにいるので、あの肌をね、あの、うん、冬より夏の方が肌を老化させる要素がたくさんありますと、うん、そう、その原因がまずさっき言った紫外線と、まあ、うん、冷房によって血行不良、乾燥にもなるし、はいはい、あとね、皮脂に強いスキンケア用品っていうのも使うのもダメ。皮脂に強いスキンケア用品、なんかそのウォータープルーフ使うじゃん、汗かいちゃうから取れないように。で、やっぱそういうのってあの強いから、じゃあ強いものをまた取るためには強いクレンジングとかで取らないといけないっていうのがあって、肌に負担かかっちゃうっていうのが最悪です。で、冬、で夏はその、うん、夏の暑さで疲労が溜まっちゃったりするので、何が一番いいかっていうと、うん、酸っぱいものを食べると疲労回復するらしいのね。酸っぱいもの、梅干しとか。正解、梅干しとお酢。そう、夏にはね、しっかり取っててほしいんですけども、お酢ってね、すごいんだよ。あの、みんなが嫌いな足のむくみにも効くの。効果的なんですか。ありがたいでしょ、うん、結構酢の物とかたまに食べたりします。あ、うん、絶対取った方がいい。特に、まあ、うん、一年中食べた方がいいんだけど、特に夏食べた方がいいんだ。そうなんだ。そう、クエン酸って聞いたことあるでしょ。はいはい、クエン酸っていうのが疲労回復に役立って、うん、血流を良くする働きがあるから、血流良くなるとむくみにもいいし、うん、血行もいいし、お肌にもいいですよっていう。そう、お酢、そう、お酢がお肌のためにもいいし、ダイエットにもいいし、あの、基礎代謝も上がるらしい。すごい。で、年齢とともに、あの、必ず太りやすくなるので、はい、あの、そうですよね。そう、何歳から太るかっていうと、まずね、代謝が25で変わっていくのね。やだやだ、25やばい。ちょうど 25? ちょうど今年の代謝ですね。今年5、はい、で25までにが痩せやすいの。のぞみやん。そう、あ、そうですね。そうなの、今一人だけ、ま、そう、だからあの、なんだろう、だ、同じように食べて同じぐらいの運動でって生活してると、うん、25個やると自然に太っていくの。やばいやばい。じゃあ本当にね、本当にやばいからね、30代なべたらダメだよ本当にもう怖いから、25までに自分 の、 体、はい、あの、理想の体重と体型と体脂肪を手に入れておいて、25以降はキープしないと。やばい、ちょっと早く聞きたかったわ2年前ぐらいに。だからその頑張ってるじゃん、うん、頑張ってるのが多分25前だったら簡単に調整できてたはずが、ちょっと調整しにくくなってくるので気をつけましょうとね。確かまりました。そう、お肌も、あの、お肌の老化は16歳で来るので、嬉しいですね、はい、みんなも加工してるからね。やばいやばいやばい、はい、気になるんだったらうちのお店にぜひお越しください。すぐ行きます。すぐ行きます。はい、じゃあここで一曲お願いします。はい、メリージェーンでワン。
それいつの時代の正論。そんなんじゃつかめない金と成功、言いたがりはマジもう結構。名前すら乗らないねエンドロー、金かけりゃいてもじゃないテンション。上がる音ってのは遊びの炎上。やれ政治ティネージやれコネクション。まかれるのが好きなら Stay Stay Low。 自分の味覚で証明しよう。客がいれば最高のマスターベーション。 Ayo ゲロンエコする製法、聞かせてよ最上級のレスポンス。ステージ上に壇上は関係ないでしょう。オーバーもアンダーも要はマッチメイクドー。最初にやったもん勝ちのブレイク。どう転んでも We be the first one。 どう転んでも We be the first one。 どう転んでも We be the first one。 どう転んでも We be the first one。この状況ぶっ捨てた女がラップなんて無謀。偉そうに語ったお前はどう。カラカラカラッポミュージックストーリー。どいつもこいつも口ばっか、あいつもそいつも愚痴ばっか。夢を夢の中で見る茶番も、そろそろ自演夢でもそう。見据えたミステイク着飾ってもフェイク。リアルも知った不快なメイク。マネミュージックはそろそろ終わりにしないか。絶対まかれない悪の支配か。わかるか分からせるか分かるまでやるか。誰がプレイヤー、どの口が言うんだ。エクスキューズもうほんとつれいな。化学反応を起こす。ガールプロジェクト。はい、7時から始まりました渋谷著書企画。お別れの時間が近づいてきました。せっかくなのでね、はい、告知をしていただきたいんですけども、少しちょっと訂正がね、はい、訂正がね、本当に申し訳ない訂正がございますので、はい、代表してジャイサちゃんから私からちゃんと代表として謝ったら、はい、先ほどですね、リエンダの店舗30、はい、こっちでカメラね、はい、何店舗と、はい、お伝えいたしましたが26店舗でございます。大変失礼いたしました。大変失礼いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。今後ともね、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ暗くならずに、はい、はい、はい、来週ですね。そうですね、はい、リエンダ、うん、来週、あ、来週ね、はい、リゾートフェアがね、はい、リエンダの方であるので、はい、ぜひこちらのね、告知をしていただきたいなと思います。はい、はい、はい、じゃーん、じゃーん、イエーイ、うん、ちょっと一足先に水着が21日に発売になります。イエーイ、すごい、ほんと毎年大人気の、はい、毎年リエンダの水着、水着です。その名もめちゃくちゃ漏れます、はい、あ、漏れるってことね。そうなんですよ、めっちゃ漏れます。谷間が作れます。あら、おすすめですよめちゃくちゃおすすめそんな、逆にここ漏れてもお腹隠せなかった意味ないかあ、でもワンピースタイプもあるある、ワンピースタイプもあって、はい、うん、漏れるっていうのがあるので。なるほど、そうなんですよ。来週って言った、来週の21日からですね、金曜日から、うん、一気に全部発売に、全店舗に並ぶってことですね、うん、はい、はい、毎年毎年すごい大人気なので、うんうん、もう駆け込みでもう並んでっていうお客様がすごくいらっしゃるので。そうなの、朝一めちゃくちゃ並びますからね。そうなんだ、はい、水着の初日は本当に毎年すごい、うん、へー、なんか4月だからまだ水着っていう気分にはなれないと思うんですけど、うん、なんか多分最初に買っといた方がサイズとか種類とか絶対選べるので、うんうん、夏になるともう全然ないよね。ないですよね着る時期になるとあれみたいな感じです。本当、うん、はい、おすすめ上手だよねもう上手いんですよ。すごい、今いいタイミングでいい情報をぶっこんでくる。すごい仕事できる。リズムって聞いて最後見た方がいいと思う。ちょっと違和感。目の違和感。ちょっとなんかイメージしようかな。黒髪とか。なるほどね。ノベルティも。ノベルティもあります。実はね、ご用意があるんですよね。2種類ございまして、はい、3万5千円以上。うん、で、ピクニックセット。ピクニックセット、何その楽しそうなやつ。想像しづらい難しい。食器とかが入ってる。え、食器もあるの。そうなんですよ、うん、フォークとかもう全部ついてるボックスです、う
のセットの1万8000円以上で、ビーチサンダル、うん、はい、うんうん、がプレゼントしてます。それはその、水着とかをその分買わないといけないですか、うん、そうですそうです、もう水着じゃなくてもよくでも大丈夫です。そのトータルの金額でいけるところ、はいはい、あ、すごいね。だったら全然絶対その日に買った方がお得で す,、はい、うん、得です。だって人数じゃないや個数限定でしょ。そうですね、そうですね、先着順なので。なるほど。結構毎回なんかノベルティとかもやっぱ初日でなくなってしまったりとかが、初日でなくなるの、結構この水着の時とかは結構本当にあります、はい、で今回のノベルティも結構その豪華なので、かなりお早めに、はい、はい、来てほしいです。みんなが大変な日だね、じゃあね。まあそうですね、私たちもバタバタ楽しみですね、でも、はいはい、じゃあどの店舗に行くかはね、はい、みんなの自由なんですけどね、ぜひ行っていただきたいですね、はいはい、お待ちしております、はい、時間がね、あんまりないのよ、あと2分、そう、そう2分なんだけど、聞きたいこと、最後に聞きたいこと、2人、あ、聞いてないよね、きっかけを。ちょうどあ、そうだよね、きっかけ、私は、うん、リエンダガールズになったきっかけ、そうですね、リエンダガールズになったきっかけは、うん、まあ、最初その私も店舗で入ってて、うん、でも1年経ってないぐらいかな、うん、1年経ってないぐらいでその4期生は、店舗の中のスタッフの中から募集するよっていうのでちょっと声が上がってて、うん、で誰かなりたい人いるって言ってて、うん、で、まあ、自分がはいみたいな、いけるんだ、やりたいです。でも元々福岡だったんで、元々の関西とか、うん、あの東京都内の店舗にしかそのリエンダガールズいなかったから、うん、その地方の方でまたリエンダガールズっていうのを宣伝ができるって思ったら、うん、なんかその新しいことまたやりたいなと思って、それで、まあ、できるならいいな、みんなしっかりしてるね本当になんかやべえ、好きになるわみんな、うん、仕事もできるし中身男だし、はい、話が合いそう、男で、ね、もう本当にでも本当にいろいろ聞かせていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。緊張しました。めっちゃ緊張してた。でもね、最後の方はね、ね、楽しそうにできたよね。楽しかったです。すごい楽しかった。はい、本当にまたやるって言ったら来てくれます？え、ぜひ。来たい。来ます。後日 YouTube もアップされちゃうから。なんかもうカムカムのやつで訂正と、もう本当にね、恥ずかしい。緊張して見れない。YouTube で残るってちょっと嫌だよね。消せるなら消してください。ゆっくりです。全部流します。はい、残してることないですか？言い残したことは。こういうのとか大丈夫かな、これもあるよね、カタログも、はい、配布中です。こちら店舗の方で今、はいはい、じゃあいろいろね、はい、皆さんツイッターとかインスタとかもやってるので、はいはい、ぜひチェックの方よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、今日のゲストはリエンダガールズの春田真央さん、中村のぞみさん、今本椎名さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございまし た, ました。来週の渋谷女子企画は、はい、ゆうみさんと元ジュリエットのハミさんの回です。ゲストはアーティストとして活動中のななかさんにお越しいただきます、はいはい、そして、はい、エルサちゃんは次は、うん、5月の12日ですね、はい、そうそうそう、ダパンプのね、ともさんとの MC なので、うん、いないですか。私は、はい、ちょっと影に隠れてますので、うん、どうなるのか、私もちょっとドキドキしますのでね、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。渋谷著書企画、この番組はキレイをサポートするジェーナグループがお送りしました。それではまた来週。じゃあねー。こちらです。